こんにちは、佐々木です。本日はですね、すっげー声響くやん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 。今日はですね、皆さんが日々たくさん目にするものの値段がね、僕ちょっと気になってしまったので、それについて少し調べていこうと思います。ということでですね、本日は学校にあるものの値段をいろいろ調べてみたいと思います。学校で普段使ってるね、あんなものやこんなものが意外と高いんだっていうのをね、ちょっとねみんなにもね知っていただきたいと思います。特に意味はありませんけど、さあ早速調べていきましょう。個人的にはですね、ちょっと黒板をね目にした時にこれいくらすんのかなって思って、ちょっとこの動画をね撮ろうと思ったわけなんですけども、じゃあちょっと細々したものからいきましょうか。いろいろ調べてきました。まずチョーク。チョークはもう消耗品だから、それ安いと思うじゃん。安いんだよ、安いの。白チョーク100本で330円、1本 3.3 円ですね。でも 3.3 円って結構バカになんなくね。1年中使うからね、もうなかなかいい値段になる。おーい、くしゃみがしてるぞ。じゃあですね、お次、みんなが使っている教室の机。あれね、机と椅子がセットで売ってるらしいんですけど、ワンセットいくらすると思う？これ結構俺びっくりした。もうちょっと安いと思ってたんだけど、教室机が 15,600 円、椅子が 8,000 円。結構高くない？あの木のさ、ケツが痛くなる椅子なのに 8,000 円もするっていうのがちょっと驚きだったんですけど、セットで 23,600 円でございます。ありがとうございます。だから教室に40人いたら 23,600 円 ×40 よ、94万4,000円。やばくないかこれ。普通に100万よ、教室1個で。大体1学年が、まあ、小学校だったら4クラスでしょ。中学校だったら7クラスぐらい あったよね。うちの学校は7クラスぐらいあったから、94万4000円かけることの3でしょ。あ、違う、3じゃねえよ。何言ってんだよ。94万4000円かけることの7クラスかける3学年だから 21？ これでいくら？ 1982万4000円。やばくね？普通にめちゃくちゃ高いんだけど。じゃあお次行ってみましょう。先生が使っている教卓。教科書置いたりとか、出席簿とか置いてあるやつね。あれ意外とね、重いんだよね。運ぶときね。掃除のときめっちゃ嫌なやつですけど、あれがなんと35,000円。1台35,000円。なかなかしますね。なんならね、机よりも材料少なそうだけど、35,000円しますから。で、お次、掃除用のロッカー。ヤンキーとかが殴りまくってボコボコになってるロッカーなんですけども、1個48,000円。ちょっとびっくりじゃない？ 48,000円。こんなするのみたいな。あのロッカー1個で48,000円するのみたいな。中身入ってないよ。外見だけで48,000円。数学の授業の時に先生が使ってる三角定規あったじゃん。こうベーンって黒板に貼れるやつ。あれ1個7,200円。普通に高いよね。あれだってプラスチックじゃん。プラスチックの板よ。7,200円。高いですね、なかなか。じゃあお次行ってみましょう。今はねちょっと教室だったんですけども、お次は体育館。体育館にあるもの、どんなものがあるか。まずパイプ椅子。折りたたみのパイプ椅子。卒業式とかね、入学式とかに出てくるやつ。あれ1個 6,700円。これはまあでも普通かも。思ってた通りって感じかな。意外とそんなもんでしょうって感じですね。はい。でお次、飛び箱行きましょう。飛び箱。飛び箱には飛び箱自体と本体と踏切板のね2つがあると思うんですけど、まず飛び箱の方から。8段のセットで13万8,000円でございます。今ならお買い得です。ぜひ皆さんお買い求めください。そしてお次、踏切板。これね、もう飛び箱にはもう欠かせない踏切板なんですけれども、踏切板ちょっとびっくりするよ。意外と高いと思った。56,000円1台。高くね？知ってましたか、ひなたさん。知ってました？踏切板1個56,000円。いや、分からなかったです。分からなかったですか？ちゃんと勉強してください。ちゃんとした体操で使うやつなら20万とか。え、そんなすんの？高っ。じゃあお次、実習室行きましょうか。理科室とかね、家庭科室とか、ああいうところにあるもので、まずはアルコールランプ。これみんな結構実験とかで使うと思うんですけど、アルコールランプはまあ安い。900円。外食1回分ぐらいですね、アルコールランプ。例え方がおかしいけどね。理科室の中でちょっとね、個人的にびっくりした高さのものがあるんだけど、それがシャーレ。シャーレって言ってわかるかな、みんな。でもわかるか？中高生ならまだ使うもんね。細菌が繁殖してるみたいな実験の時に出てくる丸いガラスのお皿。あれ1個2,100円。高くね？あれにしては1個2,100円って結構高いと思ったんですけど、これびっくりですね。で、理科室の中でもずば抜けて高いものがあるんよ。まあ音楽室とか行けばピアノすらに150万ぐらいで高いんですけど、理科室でめっちゃ高いもんがあって、なんだと思う？クイズにしましょうか。なんだと思いますか？はい、シンキングタイム。はい、なんだと思いますか？ちなみにひなたさん、理科室の中で一番高いものなんだと思いますか？黒板言ったっけ？言ってない。黒板まで言ってない。何があるかな。さあ何でしょうか。顕微鏡とか。あー、なるほどね。まあでも顕微鏡はね、それなり8万7,000円。はい、ということで皆さん考えついたでしょうか。学校の理科室の中で一番高いもの、それは人体模型。人体模型高いんよ。いくらすると思う？衝撃的よ。なんと人体模型1,221,000円です。1回も使ってんの見たことないよ、俺。授業である？使ってんの見たことある？ないよね。使ってんの見たことないのに人体模型1体1,221,000円でございます。122万あったら何ができるかですよ。もうね、もうパリピ。じゃあいよいよいきますか。黒板の値段、僕がちょっと一番気になってた黒板の値段、予想だったらまあ78万かなと思ってた。78万かなって思ってたよ、黒板の値段。なんと黒板131,700円。割と近かった、割と近かった。どうせならもっと予想外れてほしかったですけど。最後までご視聴いただきありがとうございました。おすすめ動画はこちらから、チャンネル登録は右下の登録ボタン、もしくは画面下の登録ボタンからよろしくお願いします。セカンドチャンネルもあるよ、よろしくね。バイバイ。何食ってんの？あったあった。